そういう風な作り方をしたい。まあどうだろうな。原付きも来年とかなんのかな。いやーきついな。それはそれできついな。わからん。どうなるかがわからん。あ、すみません、ビンゲさん、あれ送りましたので、なんか音声作品の、ちょっと、この間聞いたことを、とりあえず反映して、とりあえずこれで大丈夫かなっていう感じにはしましたので、ちょっと、またなんかちょっと抜けあったら教えてください。すぐやります。ちょっとね、もうなんかこれ以上ちょっとどうすればいいか分かんなくなったので、ちょっと、それで、ちょっと、お願いします。なんかなぁ。なんかなぁ。音声作品はなんかね、どうなんだろうな。どうなんだろう。なんか、なんか、見えんな。どうなるかが全くわからん、音声作品が。このどうなるかっていうのは、その、作業内容的に、だいぶ本当に、作業量がある。作業量がすごいんだよな、音声作品。なんだろうな。何の作業だ？なんだろうな。映像作品を作ったときは、その後の作業量がすごいんだけど、そのモザイクかけたりとかね。ね、その後の作業量がだいぶ量があって、うわーっつってなってたんだけど、音声作品はその前工程の作業がだいぶ多いから、ちょっと本当に大変。本当に大変。本当に大変よ。俺大変だなって思ったもん。これは。これちょっと、なんかね、自分一人で音声作品撮れるんだったら全然やれるなと思ったけど、いや、それもやれんわ。ごめん。生言った。生言いました。ごめんなさい。できません。自分一人で声を出せるとしても、ちょっと音声だけにちょっと無理ですわ。無理。無理です。あのね。いや、全部大変だよ。何をするにしても全部大変なんだけど。音声作品群を抜いて大変だわ。びっくりした。え、まず、だってまずセリフを決めるでしょ。でその後なんだろうな俺が一番苦手なところを全部やってくださいみたいなこと言われてる感じがする。音声作品は別に誰にも言われてないんだけど誰にも言われてないんだけど、そのなんだろうな、俺の一番苦手な作業を濃縮したのが音声作品って感じのだけな気がする。それは人によってさ、苦手な作業、得意な作業っていうのがあるじゃん。その中でも、やっぱ、なんだろう、僕、書類作業若干苦手なんですよね。人より若干苦手、できんこともないけど、人より若干苦手みたいな感じのところがあるから、なんかそこがね、そこがね、人との接触大変そう。まあそこを、ピンキーさんにおおむねお願いしちゃってるから、あれ、俺が言うのもなんなんだけど、俺が言うのもなんだけど、じゃあ、その、なんだろうな、その、なんだろうな、人、その、音声作品、人に仕事を投げる量が、半端なく多いから、で例えばじゃあ撮ってこういう風に収録してくださいねっていうところ、だからセリフだよね。だからここの部分はこのように話してくださいね、こういった感じのニュアンスで話してくださいねっていうのをお願い、じゃあ得意っちゃ得意だけどなーっていう、そこの決め打ちした後の依頼が大変ですわ。それか、もう、なんかその大変とか大変じゃないとか、そういう、その辺の考えを一回捨ててやると、本当に突き抜けるのかもしれない。ただ単に慣れてないから、本当に大変だって思ってるのかもしれない。多分、本当に、かといって撮影は音声作品と比べて楽だったかって言われたら、いや、それはそれ大変だったぞって思うもんね。
それはそれで、それはそれで大変だった。違う意味での大変があったわ。あ、でもね、でもね、でもね、あれなのよ、あれなのよ。音声作品ってさ、まあ、言うて小説みたいなもんだからさ、ここで、こういう感じの話し方をして、で、これを受けて、こういう風な感じになるから、ここでの話の言い方っていうのは、こういう風になりますよねっていうのを考えるわけじゃないですか。考えるわけじゃないですけど、僕はそう考えるんですけど。まあ、要はその、ちょっと今回のやつは男女っていう感じで二人がいるから、だからその掛け合いみたいなところだよね。その掛け合いだから、だからそこの掛け合い、この部分の発言はこうなるような、絶対こうなるような。で、その部分でこういう話を入れ込むから、ここでこういう風になってっていう感じで考えるんだけど、どう？そのね、その、なんだろう、考えるんだけど、どう？どう？そのね、考えるのってさ、だいぶ入り込まないと難しいのよ。そう、だいぶ入り込まないと難しいの。その、そういった言い方ってさ。そうじゃん。だって、頭の中でさ、人をさ、出さないといけないじゃん。だって、俺は女の子じゃないから、頭の中に女の子をシミュレートしないといけないじゃん。で、こういう時って女の子ってこういうこと言うから、で、こういう時、こういうこと言うでしょ？で、こういう風に言って考えないといけないんだけど、とね、それってさ、もう何？その、入り込まないといけないから、集中が必要なんだよね。だいぶ集中が必要なの。で、そこでさ、指定の内容もさ、じゃあそれってどう言えば伝わるんだろうって考えてさ、書くじゃん。あのね、家にいるとね、でこれ完全に俺の家庭環境の話なんだけど、家にいるとね、父親がね、おい、伏しめろ、おい、伏しめろ、つって言ってさ、あのさ、この、こうベトナムからさ、これを探せって言われたからさ、これ探しといてっていう話をさ、ちょいちょい固まれるの。別の仕事を頼まれるのよ。今日も俺休んでねえんだぜ、俺今日。今日朝さ、俺今日朝さ、朝さ、起こされてさ、おい、伏しめろ、つって。お前ちょっと今からよ、法務局行ってよ、印鑑証明書と履歴事項全部、履歴全部事項証明書をお前2通と3通取ってきてくれ、つって言われて。俺今から行くんですか、つって。寝起きで僕行くんですか、今から、つって感じでさ。お前、うん。いや、まあ別にもうちょい目覚めてからでいいから行ってくれ、つって。今日やる予定だったんだけどな。今日音声作品やる予定だったんだけどな、と思って。わぁ、しょっぱなからと思ってさ。で、しかも今日休みだからさ、なんか休みの気分でいたのにさ、なんか仕事やんと思って、不意気がいてさ、車乗ってさ、さ、遠いんだぜ、ちょっと遠いんだぜ、車乗ってさ、行ってさ、法務局行って、すいません、つって、これでこれで、つって、あー、2500円です、つって、わーってやってさ、自由に作業してきてさ、さ、で、その後さ、さ、で家帰ってくんじゃんね、おう、伏しめろ、つって、あの、よう、つって、この、工場し、こういったことができる工場を調べてくれんか、つって言われて、はい、つって、調べるやん。調べてさ、いや、全然ないな、みたいな感じで調べてさ、で、調べたのさ、で、結果をさ、出してさ、お前これじゃあ、わかんないだろうがよ、つって、お前これじゃあよ、つって言う、怒られをしてさ、お前これじゃあ俺に不親切だろうがよ、つって、これじゃあ何を伝わ、んお前が何を調べたか全くわからんわ、お前。もうちょい説明つけて、出せ、って言われたりとかさ、え、俺今日休みなのになと思って、俺なんで仕事してんだろうと思って。そんな感じのことをね、昼にしてたわけですよ、僕、今日。で、それでさ、じゃあ、いや、音声作品マジでやらんのちやべえなと思って、ちょ、これはちょっと8月末の納期って言ったけど、これずるずるいくとさ、これ絶対もう8月末じゃなくて9月末とかになるから、ちょっとマジで今日やらんといかんわって言って、で、文章読んでさ、こうどうだったっけな、こうどうだったっけな、あー、ここの男の子の描写とかそういうのなかったなって、イラストはいらないけど、ちょっとどういう性格がちょっと書かんといかんな、みたいな。とはいえ、性格かーと思って、これだとどういう性格かな、まあ、年ぐらいしか決めれねえよなーとか思ってる時に、おい、伏しめろっつって、あのさっつって、このベトナムからさ、でこれを調べてくれって言われたんだけどさ、ちょ、お前これどういう意味かわかるかって言われたらさ、もう頭パーンって飛ぶやん、そんなんさそんなん飛ぶやんっつって、もう大変だった。ちょいちょい音声作品そういうのが大変、そこが大変だわ、一番入り込めねえ俺。それを作るために入り込めねえわ、マジで。入り込むためのね、時間が取れないっていうのが一番きついわ。きついわ。最近。
本当にそこよね、そこよね、そこだけ音声作品が大変っていうのはそこ、そこ本当にそこ、作り込むための環境が取れない。だから多分作ればするんだけどなっていうところだな。なんか小説でもそんな感じだったな。小説も2本書いたけど、やっぱそののめり込んでさ書き上げるっていうところが本当になんか大変だったな。で書き上げて終わりではないからさ、書き上げて終わりではないからさ、その後のさ修正があるじゃん小説って。そのなんだ、全体じゃ書き終わりました、まあこれで終わりですって言った後に、になんだその全体の流れを見るじゃん。そうしたらさ、やっぱ流れが不自然なとこあるわけ。ここでなんでこんな話してんだろうみたいな、え、こことここ繋がってねえじゃんっていうのがあるからさ、読んでてね、読み直して、でだからそこ直すじゃん。でそこ直し始めるとさ、あれここってもうちょっとこういうやり方あったよなって感じで、でそうなってそれを導入しようとすると後の方の話が変わってくるから、じゃそこの後の方の話をねちょっと書き直してみたいなことやってるとさ、またちょっと後の方がさ おかしくなってきて、で前の方でこういう描写が絶対ないと分かんねえから、だからじゃあその前の描写をって感じで、もうこれいつまでたっても終わんねえやんと思って、ちょ小説嫌になったわ。その時に小説が、小説もちょっと書こうと思うけど大変だわってなったよね。そういう経験をするとね、そういう作り込みが好きやねって、それ俺がそういう作り込み方をするの好きだ、好きですねって、あ、ハレノさんがそういう作り込み方をするのが好きってことね。いや、それさ、なんかなんか好きだけどなんだろうな、そのうーん難しいごめん、それ拾ったけど難しいわ、それに答えられなかった、俺答えられなかった、それには。そうだね、好きだね。